はい、どうも、サンノでございます。ジョジョピターステップアップガシャ来ましたね。やっていきましょう。エニグマの少年、ゴールドと金田一シルバーで来てますね。正直そんなに性能見た感じ、まあ、強いとは思わなかったんですけど、ステップアップ、ステップ1は200個で10連回せるので、まあ、ステップ1だけやろうかなと。まあ、なんなら狙いは、アバッキオかな。アバッキオ持ってないんですよね。あとは、ディオ、一部ディオ。あとは、ボインゴ、ダービー、アニー。あと、チョコだと思ってね、ポルポとサーレが持ってないかな。まあ、とりあえず、爆死しなきゃいいかなって感じですね。まあ、無課金、美課金ならそんなに回さなくていいガチャだとは思うんですけど。さあさあ何が出る。一発目、おいきなりエニグマの少年出ちゃった。いや、令和に入ってから、令和じゃないや、おーおーおお、2020年になってからガチャ運がやばいっすね。来てる。3枚目、4枚目、なんかもう1枚ぐらい来そうな気がするな。5枚目、ほら来た。ジョータロウはボイス持ってるからこれは使わないかな。6枚目。おお、ボイスじゃない方かな。ボイスじゃないですね。7枚目。スピードワゴン。8枚目。さすがにもうないかな。9枚目。おお、まだあった。いや、これ神引きすぎるな。シーザーもね、ちょっと難しいんですよね。シャボン作って割っての手間があるから。ラストはストレイト。いや、最高の引きですね。1、2、3、5枚抜き。これはやばいでしょう。ランダムなパネルを自身のパネルに十字に変化させ、落ちてくるパネルを一定枚数自身のパネルに変化させる。なかなかスキルが重めなのと、予約パネルが最高11か。まあ、あんまり使わない。あ、でもスコアトで多分使えますよね。あとはポルポも初めて。中央のエリアを自身のパネルに変化させ、左上と右下に、右下のエリアを黒お邪魔パネルに変化させ、あ、お邪魔出る系ね。はいはいはい。これボイスじゃないと。そうですね、最近ボイスの方が使うことが多いですね。まあでも場合によっては使っていくのが全然ありですね。はい、今回もかな、神引きで終わってしまいましたと。ご視聴どうもありがとうございました。皆さん引いた方、どれくらい引いて何が出たとか教えてもらえるとありがたいです。ご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただけるとありがたいです。じゃあまた。